間ぐらい時間かあるってことか。じゃあ駅前から歩いてもいいか。南の方の方がでかいのかな。よいしょ。メダリ。あっち側混んでるね。さあ。こんな風になってんだ。で、バスもあり、ね、なんこれはどこに行くの？田村さんの方に行くんだ。なくてロックの方ですね。あ、そっか、木部川から田村さんまで直接バスで行けんだね。あそこもいいとこですもんね。これはなんだ、どういうあれだ、なんかアーティスティックにやろうとしたのかな。他もいろいろとバスが来ますよと。で、そこはフラット木部川、何これはあれかな、路線図のあれを表してるのかな。ここで近江鉄道が切れて、白井鉄道が行って、真ん中をストンと、あれが走ってますからね、複雑線が。結構綺麗になってんだ。ここがそのプラット木部川なの。おしゃれなデザインになってますね。ちなみにあれだ、北側の方に行かないといけないんだ。南口の方に行くんだったら。そう、ここは木部川なんだよね。ここからちょっと南口の町の方に向かって歩いていくと、いろいろとまた次の駅があるんで、まあ30分ぐらいかな、歩いて。ってなってたんで、まあ1時間ば電車が来ねえんだったら、歩いても全然ありですね。よし。じゃあ、機関散歩しちゃいましょう。ね、この感じがいいですよね。大鉄バスじゃなくて滋賀バスなんだ。へえ。バス案内出てるな。南口方面に行くやつと、全部南側からですね。南口の方に行くやつもね、そういえば。まあちょっとさすがにバス停の停留所も見たらピンとこないですけど、木山方面に行くやつと。これがさっきのやつかな、田村さんの方に行くやつかな。で、江南高賀の方に行く、小雨の方に行くやつもあると。こんな感じなんですね。そうですね、田村神社行くのはやっぱこっちのやつやな。船口の方に行くやつのが結構心配してそうやけど、市街地までバス出てる。いやー、歩こう。いつ来るのかちょっとわからん感じやし。木部川駅南口、田村神社やろ。すごいな、もうこの時刻表はなかなかすごいな。スーパー巡回で1日1回タクシー車両にてもすごいな。輸送機宿もなし。高架市役所の方やから、こうなの。雲行きだから、これにとも実況があれだもんな、うん、なるほどな。まあどっちにしろ時間もだいぶありますからね。逆に特撮線もついにあの緑の国鉄車両が減りましたもんね。9月16日から、あ、
昨日からなんだ、さっきのところプラップ効果。へえ。なおさらこれはちょっと早めに出せないと、ね、旬なものって結構多い。あ、ぜひこれ500円安い。オレンジのやつ、乗車券、初販コピーなるかな。で、大海鉄道も出てますね。9時35分？あ、休日これか。そうですね、14分の先のあれ行っとって。でも次そうね、10時28分まで出てないから。今9時40分ですから、じゃあ一駅歩いて隣の駅からねちょっと散歩してみましょう。この辺りはちなみに駐車場500円らしいですけど、あっち日野ちゃんの方で降りてよかったな。よいしょ、これカメラ回しとったけど回しとるのが大丈夫やな。北側は落ち着いた感じなんですね。で、そっちにも駐輪場はあるんだね。こっち側は、あ、こっち側はなんか、大見鉄道の管轄なのかな？もしかしたら。あ、ちなみにこれは、あれなんですね。電子じゃなくて、硬券にもならないかな。ちょっとした厚紙のになってるんですね。この辺りもいいですね、ローカル感があって。ライドバスでも買えるみたいです。で、こっちの紙の方のやつはちょっと数量限定みたいなので、もしかしたらね、ちょっと、もしかしたら売り切れの可能性もありますんで、ライドパスの方だと大丈夫なのかなっていう感じみたいなんで、まあ確かにね、あるならこれね、確かにいいですもんね。記念にもなりますからね。で、ここは終地やから、こっちからぐるっと回ったらいいのか。みんな口ロータリーくらい。さっきの列車、ここにいますね。ね、ここはちょっと一駅間が空いてるんですけど、水口の市街地寄りのところは立て続けにボンボンボンって立ってるんですね。っていう感じで結構遠近分離じゃないですけど、市街地のインターアンバーも兼ねてるんですね。まあちょっとインターアンバーというにはちょっと本数はちょっと心もとない感じか。1時間に1本ですからね。よし。いや、暑いな。意外と暑くなってきたな。よいしょ。しまった。帽子持ってくればよかった。もう今日車の中から出る気なかったんで、帽子持ってこなかったな。しまった。表通りの方から行ったらいいかな。よいしょ。マグロ本舗、イロハ。まずいですね。最近もうイロハって聞くと、風間殿しか出てこなくなってきてるし。あれよく見てみたら電子か。あれよく見たら動いてる。あ、動いてるね。あ、意外と凝ってる。いろは殿だね。